ルーカスは自分の役割を完璧に果たした。リヒターを混乱させ、疑念を生じさせたんだ。おい、大丈夫か？少し顔色が悪いように見えるんだがな。静かに。なるほど。つまり、これは戦争に勝つためではなかったのか。そういう次元の話ではない。そう、これは反乱、クーデターだ。テンペルホーフ、フライジンガーはそこから脱出し、第三帝国を隠蔽する。おい、ちょっと待てよ。お前も知らなかったのか？どうやら俺らもあっちの死体の仲間入りだな。連合国の戦略から学んだことがある。冗長性だ。つまりプラン B。 ソビエト軍が迫っている今、レディ・ナイチンゲールは私の保険だ。彼女を利用して私も脱出する。そいつは五体操の計画じゃねえか。うまくいっただろうに。ウェイドの花火だ。やめろ、頼む。お前を解放しよう。お前が間違いを犯してくれて大助かりだぜ。俺たちから学んだろう。冗長性さ、常にプラン B を用意しろ。連絡があったぞ。ベルリンからのタイルを確保できた。3年間この時を待っていたんだ。多くの人材が失われた。ロンベル、シュタイナー、ヘイゼルも。しかし私はフェニックスの成功を約束した。ヒトラーは弱さの代償を払ったんだ。歴史は彼をこう記憶するだろう。失敗した臆病者だと。赤軍がやってくれば、ベルリンは燃え上がる。しかし灰の中からよみがえり、我らの構想を高めようじゃないか。第四帝国に。はい、はい、時間。やあボス、うまくいったぜ。よう相棒、よく来たな。あとでサインくれよ。こいつはどうする？いくつか考えがある。ボス、とどめはあんたが。おい、やめろ。これはお前のチャンスだ。プロジェクトフェニックスの証拠を渡すから。お前は役目を果たした。胸骨の右側および鎖骨の下。リチャードの分だ。じゃあね、腰巾着。
リヒターはフライジンガーが裏切ったと思ってた。第三帝国を温存するそうだ。奴らはどこに？テンペル報復。行くぞ。ここは火の海になる。なあ、今なら逃げられる。最初の輸送機に乗れば帰れるぞ。それか蹴りをつける。フライジンガーを追い詰め帝国を葬り去る。脱出できなくなるが、それはナチスも同じ。最後まで一緒にやりたい。フライジンガーは逃がさない。ラミントンはいつでも食える。ウェイドは？なあ、総統を殺せるチャンスだぜ。断るわけないだろ。お先にどうぞ、レディー・ナイチンゲール。言っておくけど、あなたたちも殺したっていいのよ。このトンネルでテンペルホーフへ行ける。地上より地下で行くのが最速だ。ほとんど何も見えない。フライジンガーだ。奴が逃げる。クソ、動きが早すぎる。ジンガーに追いつけるか。こいつはスポーツカーじゃないんでな。やつの頭さえ見えれば。当てられるかかけるか。また負けたいの。くそ、うまく狙えない。他のドイツ系ならいくらでも狙えるぞ。まずい雰囲気になってきたな。待ち構えてる。頑張れ。トンネル俺はもっと急いで。身を隠せ。奴らに呼ばれていた。カノン砲だ。ハーリク38だ。トンネルを崩落させる気だな。追いつく。心配するな。手荒く歓迎してくれるぞ。片付けろ。一歩も下がるな。このまま進め。
フライジンガーは同胞を見捨てたんだ。利用価値がないものは見殺しさ。天井が崩れたぞ。まずいな。ウェイノ、まだ秘密の爆弾はあるか。よく無事だったな。おいリグス、戦車を倒せるか。そうしたいが、MG で蜂の巣にされるのがオチだ。あのビルが見える？私がビルの窓から広場のガンナーを排除する。お前を嫁にしたいぜ。やってくれ、ウェイド、ルーカス、俺と来い、ポリーナ。頼りにしてるぞ。当然でしょ。
者。ナイスショット、ボリア。ルーカス、あの戦車を破壊してくれ。任せてくれ。後に続く。手早く済ませようぜ。よかった、まだ生きてたね。全員無事だな。進め。Yeah.
番だ、ウェイド。俺たちを待ち構えてる。おい、ルーカス、グレネードを分けてくれないか。ご挨拶と行こうか。やっと打ち解けてきたな。フライジンガーはそう遠くないはずだ。いよいよ最後の決戦だ。ノバックのためにもあいつを捕まえよう。リチャードのためにも。ここで終わらせる。前方にスモーク。覚悟を決めろ。指示を。お前じゃ殺せないぞ。捕らえたかな。連合国といえどお前らのような下っ端に政治的な判断を委ねることはない。生け捕りにするべきだ。こいつの持つ情報がいるだろう。おい、どっちでもいいが俺は離陸準備をする。口を割るはずがない。立て。お前たちの国ならよくしてくれるだろう。協力の対価として新生活が始まる。アメリカでの贅沢な暮らし、悪くない。家族を持てるかもしれない。ふざけるな。お前はもうおしまいだ。地獄に落ちるがいい、ファシストの豚め。
私が誰だか分かっているのか。情報を提供できるんだ。お前に価値は。一件落着。脱出しよう。外の様子は？危なそうだ。俺好みだな。おい、仕事に戻ろうぜ。これだ。見てみよう。カーボベルデ諸島、バハマ、アルゼンチン、南極もよ。驚いたな。こいつらは世界中で秘密工作を計画していたんだ。信じられんな。おいお前ら、これを見ろよ。引き当てたな。ほら、もっと漁れ。これはどうだ、プロジェクトノバ。こっちの方がすごい。プロジェクトエーテル、死者をよみがえらせるの。ナチスの金塊は欲しくないか。忙しくなりそうだ。開けろ。全部だ。これでよし。自動操縦にして俺もそっちに。プロジェクトアグリゲート、 V2 の秘密基地だ。お前飛ばせるか。羽さえありゃな。捕まってろよ。ウェイドのやつ。こうして任務は完了したが、続きがあった。炎の中で鍛えられた俺たちは一番槍さ。俺たちこそヴァンガードだ。